派手な上にも派手なシーンを盛り上げた曲。第33話のポニータがギャロップに進化するシーンや、第29話、怒り猿がワンリキーを倒すシーンなど、勇ましいシーンが多いが、第28話で、たけしが憧れのブリーダー、ユキを紹介するシーンが、実は初登場の曲。